ミクタン2011ピンク色の旗、準備ミックス人々単語、通称ミクタンは、トラベルコーディネーター、足田久美子の発案で始まった、草を結ぶ人を結ぶ、豊かな土地単語をテーマにした、地域体験型イベント自由に単語を歩いて、人、物、自然、風景との出会いを楽しむことを目的とする。京都府京単語市を中心に、単語半島の各地で、 ミックタンクリエイターと呼ばれる企画参加者が旅人をもてなす。2009年から始まり、2018年の開催を最後に期間を定めた同時開催イベント形式での開催は終了。2019年以降は日常の中にミクタンを開催するスタイルに移行した。単語半島を自由に周遊し、 地域の様々な人と人をつなぐことができる週末、イベントとして2009年から2018年まで毎年5月に開催された。自由に単語を歩いて、人、物、自然、風景との出会いを楽しむことを目的に、気ままな旅の中で出会った人との交流を楽しんでもらうことを目的とする。工房や酒蔵、カフェ、田んぼ、また、個人宅を開放するなど、 イベント企画者は多岐にわたり、イベント期間中訪れる人との交流を楽しんだ。ミクタンではイベントを企画、開催している人を、ミクタンクリエイター、全体の運営に関わる事務局をエンジンメンバー、イベントの参加者を、旅人と呼ぶ。メインカラーはピンク。各会場には、イベントロゴの入ったピンク色の旗が、目印として使用された。単語地域の有志の協力によって、 毎年数十カ所で開催され、2015年までは、京丹後市地域までの開催だったが、2016年より、宮津市、与佐野町、稲町も加わり、丹後地域全域へ広がりを見せた。10年間で、累計355の企画と3万人以上が参加し、またミクタンのメインイベント以外にも、交流会や事業研修会等も行われ、新しい活動を行う。 きっかけ作りにもなった。単語地域に、ミクタン以外の新しいイベントが増えてきたことや、このミクタンというイベントの形にとらわれず、普段の生活でお互いに楽しい時間や場所の共有をしていきたいといった運営側の思いから、2018年をもってイベントは終了した。企画の発案者は、足田久美子。海外アートディレクター及びツアーコンダクターとして、 長年活動してきた足田が2008年頃、一時病に倒れ入院した後、それまでの海外中心の仕事を見直し、奈良県の室尾の里巡りに参加した際、そこで地元の人と交流を楽しむ企画に感銘を受け、同じようなイベントを単語で実現することを目指して、ミックス人々単語の企画がスタートした。足田は自身の著書、 風景を聴く旅の出版をきっかけに知り合った人々に単語の豊かさを見つけようと呼びかけ、地元のバーマン、染色作家やガラス工芸作家らと共に6人でエンジンルームを結成。エンジンメンバーとなったこの6人がそれぞれの知人友人に参加を呼びかけて企画参加者を集め、2009年に第一回のミックス人々単語を開催した。 2009年5月29日から31日までの3日間、京丹後市内各所の工房や酒蔵などで30件の企画が開催された。個人が27年かけて収集した貝殻200種類を自宅で公開する貝の資料館を開催したり、手作り甲冑の試着会、赤米の田植え見学や地元産の黒豆を利用したおかず味噌作りなど、 市民が各々日常的に行っている趣味や仕事など、身の回りの文化や自然で客人をもてなし、単語の魅力の再発見と人との出会いやつながりを育み、地域の発展と観光振興を目指した。イベントの場所や内容や市と単回バスが共同運行する200円バスの最寄りバス停などの情報を記したマップは、各市民局などで約4000部が配布され、 企画開催地は期間中の目印としてピンク色の旗を軒先に掲げた。ジャム工房がハワイアンキルト店を開催したり、パン工房がミュージックコンサートを行うなど、趣味の延長による企画もあれば、企業がその技能を活かした企画もあった。中浜町鎮店では、テスキワシと地元の竹で作る単語上鎮の技を公開し、参加者はミニ町鎮を、 プロの指導のもと手作りした。峰山酒造や竹野酒造が酒蔵を公開して、新酒の試飲会などを行ったほか、独自技術の螺鈿織で知られる単語ちりめんの工房が公開された。足田自転車店では自転車の定期点検や、レンタサイクルの提供とともに、ハーブティーやクッキーで来客をもてなした。音楽音を楽しむこと、耳を澄ますことをテーマに、 2010年5月22日から24日と29日から31日の6日間に、京丹後市全域の96町で開催された。初回である、前年の大盛況を受けて、参加企画は30件から50件へと増加し、京丹後市や FM 丹後が公演となって、開催を支援した。開催地を市内3町ごとで、各3日間開催に分散し、 22日からの3日間は、海辺の散歩里山の恵み翡翠色の空の州として、丹後町、網野町、八坂町が主な開催地となり、29日からの3日間は、アート満開田んぼに、水新緑の風に吹かれる州として主に、久美浜町、峰山町、大宮町で開催した。17県が共同して、各々の,のの自宅の庭を公開する、オープンガーデンや、 伝統産業である単語ちりめんの工房がひしめき、旗折りの音が絶えず聞こえる街を、折りでの老婆の話を聞きながら歩く、旗音が聞こえる谷のおしゃべりウォークなど、地域の日常の中にある魅力を発見する旅が企画された。ミクタン二千十主な参加企画、土をテーマに、二千十一年五月二十一日から二十三日、および二十八日から三十日の、 刑務以下37件の企画が、各所で開催された。前半3日間は、峰山町、大宮町、八坂町エリアを中心に、後半3日間は、網野町、炭護町、久美浜町エリアを中心に行われた。テーマの土には、ふるさと、炭護の土を差し台地と繋がった暮らしを大切にしたいとの思いが込められている。市内の農家や、 味噌像、自社などが参加し、お茶を飲みながら話したり、一緒に小物を作ったりするなど様々な企画で、旅人をもてなした。21日に、八坂町の女性による、地域活性化グループ、ウィメンズ八坂屋の代表者、根性目折と発起人の足田久美子による、86歳、のち折さんと楽しむ菅川渓谷が企画され、八坂町、野間地区の菅川の渓谷を、 ゆっくりと歩きながら、土の匂いを嗅いだり自然を感じた。イベント終了後、同年6月19日には、ミクタン参加者の交流会が、八坂町のタンゴ味わいの里で開かれ、野立、ヨガといった催しを通して、お互いの体験を語り合い交流を深めた。2012年イベント、KTR をピンクに染める日プロジェクトより、KTR のヘッドマーク、 旅をテーマに2012年5月19日から21日の3日間と26日から28日の3日間に京丹後市内各所で開催された。酒蔵や工房や農家などが各々で趣向を凝らした特別企画を用意し旅人を迎えた。期間中を通して開催された企画は37件であった。19日夜には八坂町の竹の造にミュージシャンが集い、 演奏を披露する中で、蔵人らが剣舞を披露する、蔵イバーが開催され、多くの訪問客が非日,日常空間で日本酒を味わった。20日には閉鎖されていた旧単語木図郵便局が公開され、訪れた人々が絵はがきを書いたり昔話に花を咲かせる、旧単語木図郵便局の1日が行われた。旧丹後木図郵便局は1 9 3七年に建てられた。 木造建築で王子の写真などが展示された。2013年光美術館でのイベント、夕日を描こうの様子単語建国1300年、単語は日本のふるさと、脳のある暮らしや文化、美しい海と景観、神話の世界。ラブ、愛をテーマに2013年5月18日から20日の3日間と5月25日から27日の3日間に、 京丹後市内と稲町の各所で開催された。期間中を通して開催された企画は45件であった。京都市屋の小足田幸雄さんゆかりの建物、小予想では赤米を食す会が開かれた。竹の酒造は1日だけのバーを開催した。大宮町の奥大野の公民館横の山の斜面に掘られた丹後の穴を見学、芋などの貯蔵庫として活用し、戦時中には 防空壕にもなり、至る所に存在する。江戸時代の古民家がある大宮町五十河地区の民家園では、オープンハウスが行われ、江戸時代の武者の彫りが掲げられ、山菜おこわも振る舞われた。峰山町、杉谷の小野じ味噌醤油醸造は、醤油工事のワークショップ。第三セクターの北近畿丹後鉄道が古い車両を、リニューアルした赤松、青松に手を振って迎え、 盛り上げる催しにも協賛した。オリジナル T シャツを販売し、その利益を使って、東日本大震災の被災地で復興活動をする人を招いた。2014年イベント、単語戦隊ミクタンレンジャー2014年5月17日から19日、また24日から26日、京単語市内各所で、計37件の企画が催された。他年度と違い、 唯一この年は特に決められたテーマがない。また、イベントに参加するごとにスタンプがもらえ、スタンプを10個以上貯めると、プレゼントの応募券をもらえるスタンプラリー企画が実施された。プレゼントは2011年より継続している東日本大震災復興支援として、 東北産品の詰め合わせギフトが抽選で贈られた。この年は、久美浜町のガラススタジオ来夢で、ステンドグラス展が開かれ、14名により40点の作品が展示された。また、ミルク工房空では、東北上のチーズを食べてほしいという願いを込めて、手作りピザ体験を実施した。古代の赤米を復活させた小足田幸男さんが建てた子、予想では、 古代米が入ったシャリを使ったピチピチ握り寿司体験や明治時代の広告、引き札が展示された。魚な料理縄屋では、ラーメンバチジさんの1日限りのラーメン屋が開かれた。廃校になった京丹後私立号小学校では、大人の子供の登校日あんときの気持ち、絵本展が実施された。主催者代表の市野瀬拓也さんによると、ミクタンクリエイターは、ミクタンで、 情報を発信できるメリットがあり、過去には段ボール工作が好評だったため、キットの商品化につながったこともあったという。初回から運営に関わっている渡辺秀信さんによると、コンセプトのメインは人との交流である。また、この年はミクタンのオリジナルグッズが販売された。イベントのロゴが入っているミクタンミニトートバッグ3種類のロゴステッカー。 ロゴと単語弁バージョンの2種類の缶バッジがある。グッズの収益の一部は東日本大震災の復興支援に充てられた。また、翌年の2015年にもグッズ販売が行われた。暮らすような旅をしようをテーマに5月16日から18日、5月23日から25日の6日間、京単語市全域で開催された。2015年は案内冊子、 ミクタンパスポートを京丹後市内の鉄道各駅や道の駅、観光施設で無料配布し、会期中に施設や団体、個人が全25のイベントを実施した。開催前半の16日は竹の酒造で蔵前バーが催された。その中で丹後地域の10代から30代の若者で構成されるダンスユニットシンクロニティが前年に40年を経て、 実家の矢坂町に帰郷された特殊、メイクアーティストしこ西さんの支援を受け、子マイケル・ジャクソンのスリラーを踊り、ホラー映画のような世界観を再現した。一般参加として、メイク担当グループ、ゾンビ制作プジン会単語も結成され特殊メイクに挑戦した。単語町、橋人の旅館、トトヤでは、取れたての魚で自ら寿司を握る、朝のピチピチ握り寿司が開催された。 参加者は、地元ガイドと共に、近くの竹の漁港で魚を購入し、その後30分以内に寿司作りに挑戦した。100貫ほどの握り寿司を囲み、地元旅館の岡村と旬の魚や単語の暮らしについて、会話が弾んだ。八坂町黒部の梅本さんの農場では、がっかり畑のつまらない企画転倒蒸し食堂と、大使、トウモロコシやひまわりの種を植える体験を通し、 農薬や化学肥料を使わない、百姓の命の土作りの現場に触れた。また、梅本さんの落ち葉や草を活用した土作りの話に耳を傾けた。特別な普通をテーマに、2016年5月21日から23日と5月28から30の6日間に開催した。京丹後自然域の九六町と宮津市、与佐野町、稲町を会場に、 31件の企画が実施された。一連の企画に対し、京丹後市、宮津市、宮津市、与佐野町、稲町、京都府の各自治体が講演となり、開催を支援した。あの人に会いに行こう。をテーマに、2017年5月19日から23日の5日間に開催された。ただし、一部の企画では別日に設定されたものもあった。 京丹後市の旧六町のほか、宮津市、与佐野町、稲町も含めた丹後半島一帯で、全36件の企画が立案、実施された。参加者動員数は2000人を数えた。中でも注目された企画に、京丹後市峰山町の市長格言語障害者地域、活動支援センター、テトテでは、宮下富子による手話体験教室があり、多機能型支援センター、 ロムを使用する中高生も参加した。手話で自己紹介などをし、お茶を飲みながら交流を図った。大宮町のパン屋コピンヌでは20.21日の2日間にかけて歌やウクレレ、ギターを中心とした音楽ライブが開催された。3年目の参加となった網野町の水田重機工業は28日に社のショベルカーの試乗体験を実施し、 リアルなアトラクションをこの年から子供だけでなく大人も楽しむことができるように参加対象を広げた。一連の企画に関し、京丹後市、宮津市、与佐野町、稲町、京都府が公演団体として開催を支援した。暮らすような旅を、旅のような暮らしを、をテーマに2018年5月18日から21日、25日から28日に、 京丹後市と宮津市の各所で計27件の企画が模様された。この年はミクタン発足10周年であり、10周年を一区切りとしてイベントの開催を終了した。久美浜町では空き家になっていた築100年の旅館を使用した浜茶屋でラーメン屋が開かれ、峰山町ではキルトを使った作品展示や体験コーナーが行われた。 ミクタン2018参加企画一覧ミクタンでは、旅というコンセプトに合わせて、イベントチラシのことを、ミクタンパスポートと呼んでいる。イベント初期は、イベントの場所や内容が掲載されたマップだったが、2014年から、小冊子となり、ミクタンパスポートという名前で呼ばれるようになった。イベント概要、各種企画内容、周辺地図等が掲載され、またスタンプラリーや旅の記録ができる。 メモ欄など、開催年度ごとに、様々な工夫を凝らした。開催当初は、京丹後市内の、各市民局、丹後鉄道の主要な駅、丹海バス案内所などで配布され、その後イベントが広く知られるようになってから、京丹後市内にある道の駅、温泉施設、ホテル、スーパー、書店、カフェといった、ミクタンサポート店舗やミクタンクリエイター個人の家で、配布された。 ありがとうございます。